こんにちは、スプリングです。私は今、新潟県燕市。これから見えるこの線路は、越後線の線路になります。ちょうど私がおりますのは、分水駅と阿波渦駅の間になります。今回はこの越後線内で115系の撮影をしていこうかなと思います。まあちょっと稲が残ってるかなと思って期待はしてきたんですが、もうすでに刈り取られているようですね。まあしかしながらこの素晴らしいね、この田園風景の中で115系を撮影していこうと思います。さあすぐやってまいりました。こちら115系を使いました柏崎行きの列車になります。いや、この新潟地区の115系結構いろんなバラエティのあるね、塗装がありますので本当に飽きない路線でございます。ちょっと風がね、強かったのでちょっと今一部だけミュートにしております。今から解除いたします。というわけで撮影をしたのはこんな感じになりました。いやー、この広々としたこの越後平野ですか。ここを走るこの115系、大変似合いますね。先ほどから見ましたのはあの向こうにあります陸橋の上だったんですが、その下に降りてきまして、今度こちらにはね、稲が残っておりましたので、ちょうどこのコンバインがね、止まっております。ここでね、撮影をしていこうかなと思います。まずはこの列車はいないんですけどね、この広々としたところを撮影をしました。このポツンとある踏切がなかなかいい感じでございますね。さあ、そして時間になりまして、反対方面からまた115系がやってまいります。おー、いいですね。これ、ヤヒコ色ですかね。まあ、この115系もね、撮れてよかったなと思います。この先ほど映っておりましたコンバインとね、一緒に撮ることで、少し秋っぽい写真に仕上げてみました。縦と横と両方撮ってみましたよ。いい感じです。さあ、そして場所は変わりまして、こちらは同じく越後線内の、寺泊駅のあたりだったかな。ここもね、まだ、この立派な稲がね、残っておりましたので、ちょっとこれと一緒にね、撮影をしていこうかなと思います。いや、いい感じで夕日が出ておりますね。ちょっとこの夕日と一緒に列車を撮っていきましょう。というわけで今回は、少しね、違った撮影をしてみようと思います。ちょっと本来の使い方とじゃね、変な感じになってるんですけども、こんなものを取り付けております。これ何かと言いますと、ハーフ ND フィルダーというふうに言います。フィルダーじゃないですね、フィルターですね。これ何かと言いますとね、上の部分と下の部分で少しね、明るさが違うようになるんですね。まあ、これ今、ちょっと上の方が暗くなってるかなと思います。それに対して下の方は透明ですよね。まあ、これをね、フィルターかけることによって、今これ iPhone なんですが、まあ、画面上の方がね、少し明るすぎる。そして下の方がね、まあ暗いというような感じで、まあこれ補聴合わせるということで、上の方をね、あえて暗くして、この明るい部分をね、無理やり暗くしようというのがこのハーフ ND フィルターというものです。またフィルターって言っちゃいましたね。フィルターですね。というわけでもうそろそろするとね、普通列車一本来ると思いますので、これを使ってね、一回撮影をしてみようと思います。さあ列車がやってまいりました。この区間は115系と E127 系、129系というのが走っております。今からやってまいりますのは E129 系でございます。新型車両ですね。夕日の下を列車が進んでいきます。いやー、のどかな風景ですね。ちょっと動画ではね、眩しい感じになってしまっているんですが、写真ではね、かなりいいのが撮れましたよ。列車は次の駅に進んでいきます。というわけでね、撮った写真はこのようになりました。じゃーん。いやー、素晴らしい。素晴らしいの一言です。ありがとうございます。風景画のような一枚を撮ることができました。先ほどの列車が通過をしてから、1時間次の列車がね、来るまでかかります。太陽はもうログアウトしてしまうでしょうね。まあ少しね、薄雲がかかっているので少しは焼けるんじゃないかなと思ってね、もうあと2本撮影をしようと思います。次の列車まであと45分です。おー、いい感じになってきましたよ。もう完全にこれはシルエット狙いですね。ただ列車来るまであと20分あるんだけど、持つかな。持ってくれたらいいんですけどね。その後も115系なんですけど、それがさらに15分後なので、ちょっとそれは厳しいかもしれませんね。まだ列車は来ていませんけど、この空をね、撮影をしておきました。まず最初これね、動画を撮る前だったんですけども、こんな感じから、このように焼けてくれました。
いやー、この時に列車が来てほしいんですけども、まあ例によって一番いい時には来てくれません。まあ、こちらは夕焼けが出ておりますが、こちらは満月が出てきましたね。まあ、満月と一緒に撮ることはできませんけど、まあこれはこれでなんか幻想的でいいじゃないですか。さあ列車やってまいりました。最盛期は過ぎてしまいましたが、まだ少し焼けております。いやー、ギリギリ持ってくれましたね。こんな感じで撮ることができました。いやー、素晴らしい。このブルーモメントの下を走る115系、完全にシルエットで撮ることができました。いやー、素晴らしかったですね。先ほど一番最初に撮った車両ですね、それが帰ってきたようです。いやー、いいのを撮ることができました。さあ続いてです。さあ本日狙う柏崎方面の列車がやってまいりましたよ。まあ先ほどから10分経ちましたけど、もうかなり暗い状態ですね。まあおそらく115系、これは6両で来るはずです。おお、6両だ、かっこいい。後ろは懐かしの新潟色ですね。いや、いいのが撮れました。というわけで撮ったのはこんな感じになりました。まあ先ほどよりかなり暗くはなってきたんですが、まだねブルーモメントが下の方残っておりましたので、これを使って撮影をしてみました。いやー、ため息が出るほど美しい景色ですね。まあ景色というか、自分で撮って自画自賛なんですが、いいのが撮れたんじゃないかなと思います。というわけで本日はね、越後線内でこの115系を撮ってまいりました。This is 越後平野というのはね、素晴らしい写真がたくさん撮れたんじゃないかなと思います。これまたちょっとね、撮りに行きたいですね。また行ってみましょう。というわけでご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。